んにちは、奈美恵です。バスガイドの独り言にお付き合いください。先日の6月8日毎年恒例のさくらんぼ狩りに行ってきましたよ。場所は山梨県南アルプス市、いつもお世話になっている農園さんです。今年は天候の不順で残念ながらさくらんぼの出来はいまいちだったそうです。でも園内は食べ放題です。今年もお腹いっぱいさくらんぼいただきました。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。さくらんぼ狩りの後は昇仙峡の散策です。昇仙峡はバスガイドぶらり旅ボリューム7でご案内していますが、綺麗な景色は何度見てもいいものです。国の特別名勝であり日本一の渓谷美と言われている昇仙峡、荒川に沿って4キロの美しい渓谷美が広がります。メインはやっぱり鶴園峰ですよね。渓谷から見上げる鶴園峰は高さ180メートルあります。青空に映えてますね。この日は朝から雨模様だったんですよ。晴れ女の威力です。遊歩道を上から荒川に架かる昇仙峡という橋までお客様と一緒に歩いてきました。ここからは先に行く人、戻る人、出発時間まで自由に散策していただきます。ここまで来たら石門まで行きたいですよね。もう少し下っていきましょう。まさに水と岩と緑が織りなすハーモニーですよね。いつ来ても気持ちが現れます。マイナスイオンもいっぱいです。去年昇仙峡に YouTube の撮影にみゆきちゃんと2人で来たのは同じような時期で5月の28日でした。今日の方が青空が綺麗です。遊歩道歩いていると大きな白い花崗岩に目を奪われます。迫力ありますよね。本来は遊歩道を歩いて下っていき昇仙峡の中間地点でお昼を食べる予定だったんですが、石門の先で落石があり通行止めになっていました。なので下ったらまた上がっていかなきゃいけないんですよね。本当はこの景色をお客様全員に見てほしかったんですが、また上がっていかなければならないことを考えると行きたい人は行きましょうとしか言えませんでした。数名のお客様が石門に向かって歩いていきました。昇仙峡の見どころの一つ、石門です。まるでトンネルを掘ったかのように見えますが天然のアーチです。ぶらり旅でもご案内していますが、屋根のように覆いかぶさる岩と大きい石の間はくっついていないんですよね。微妙に離れているのが見えますか？もっと歩いていきたいところですが、この先は落石のため通行止めになっているので残念ですが折り返します。落石による遊歩道の復興の工事は今年の9月までかかるそうです。再び荒川にかかる昇仙峡という橋に戻ってきました。先ほど鶴園峰を見上げていただいたところです。鶴園峰何度見てもいいですよね。橋を渡ると岩のアーチの下をくぐっていきます。バスガイドぶらり旅ボリューム7で昇仙峡を配信した時もあたりは緑でした。
次回は紅葉の昇仙峡をお見せしたいですね。でもこの時期の緑もいいですよね。それでは昇仙峡の見どころの代表の一つ、この先千ヶ滝をご覧いただきます。いい音してきましたね。花崗岩の壁を削るようにして落ちてくるのが千ヶ滝です。落差は30メートル、マイナスイオンたっぷりです。迫力ありますね。千ヶ滝からは上りの階段です。さっきお客様と一緒に下ってきた階段を今度は上ります。全部で180段あるんですが、これが意外に上りやすい。階段が整備されているのはもちろんですが、1段が低いんですね。大きな岩を見て滝の音を聞きながら一気に上がります。階段を上がってきたこちらは小玉堂です。バスガイドぶらり旅ボリューム7でもご案内していますが、日本一大きな水晶が祀られています。直径85センチ、重さ850キロです。その背後には不動明王が祀られています。昇仙峡は昔水晶の産地だったんですね。現在でも宝石は山梨県の伝統工芸品になっています。コロナ禍の2年間の間にお店も随分と変わってしまいました。以前は団体が入って食事をしていたお店はコロナ禍でなくなってしまい、宝石を扱うお店に変わっていました。その隣には大きな噴水ができていました。中に入って一周回れるのが楽しかったですね。その向かいには夫婦神社の姫の宮があります。こちらからおよそ2キロ奥に夫婦神社があり、そちらが男宮、そしてこちらが女宮です。男女が参詣して祈れば必ず結ばれるという縁結びである。子宝の欲しい夫婦が揃って祈願すれば必ず授かると言われるパワースポットです。動画を見てもお分かりになるかと思いますが、まだまだ昇仙峡はガラガラです。お店の方は観光客が来てくれる日を今か今かと待っています。大自然の中、美しい景色は四季を問わずいつもと変わらず魅了してくれます。ぜひ皆さんも綺麗な景色を見に、美味しい空気を吸いに、心身ともにリフレッシュに来てください。絶対来てよかったと思っていただけるはずです。それではまたお会いしましょう。さようなら。